皆さん明けましておめでとうございます、正月の、三が日が終わりまして今1月の4日です。映ってる？映ってる？うん。で1月の4日、今1月の4日になったんだけど、ちょっとクリスマスあたりから気を抜いてしまって、太ってしまったんで、これからダイエットを開始したいと思います。で、まあとりあえずやるのが1年間お菓子を食べないで、ジュースを飲まない、今日からね。で、まあ、油物も食べない、揚げ物とか、とりあえず一切1年間やめようと思います。で、ちょっと3月にまあいろいろとちょっとイベントがあるので、3月までに今ちょっと、まあまあいいや、ちょっと一回消してが171センチで、まあだいたいそのぐらいの人の体重って60とか62、3だと思うんで、まあそれぐらいには行きたいなと思うんですけど、まあ体重にまあそんなとらわれなくていいのかな、まあ体がいい体になればいいのかなと思って、なのでまあ別に体重はそこまで気にはしないんですけど、ちょっと肉体改造していこうかなと思いますので、じゃあとりあえずちょっと体重を測っていきます。じゃあ体重計乗っていきたいと思います。ダメ、嘘、マジで78ってとこだったよ、ちょっとやべえな。体重測ったら 78.5 キロでした。でちょっとウエストも測ってきたいと思います。やばいよね。 YouTube の力を使って痩せようと思います。こうやってさ動画出してればさ、あれだもんね、発表するからさ。うわ、95だ、 95.5。ないと、ちょっとお腹、俺見よっか、ここどうすか、こうちょっとやばいっすね、前やば、おかしい、やばい、増えた、え、これでちょっと、とりあえず腹筋割るところまでやってきますんで、まあ、夏にはとりあえず見せられる体にはしたいと思いますんで、ちょっともう言ったからには本気でやっていきますんで、どうかよろしくお願いいたします。まあその食べ物とか運動だったりとかもちょっと動画にこれからしていければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。失礼いたします。